んばんは、満月王のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。今日の無意識が明日の柔らかチンコを作るんですよ。課題の詳細は動画の最後でお伝えしております。今日のテーマはエロって脳や体に良いらしいって話です。エロい人ほど長生きするみたいな話聞いたことありません？入院中でもエロい患者さんほど回復が早いみたいな、そういう話聞いたことある方結構いらっしゃると思うんですけれども、実際に過去の動画でも紹介した通り、セックスというもの自体がこう運動にもなるし、体にも良いし、あと心にも健やかさを与えてくれるっていう話はしたんですね。で、実はそれだけじゃなくって、セックスは脳にもいいということらしいんですよね。ということで、エロ、性と脳について今日は紹介していきたいと思います。最近なんか物覚えが悪い、すぐ忘れちまう、なんか頭がぼんやりするみたいな方もぜひ聞いてくださいね。エロで脳トレができるかもしれません。ではスタート。体におけるセックスの良い効果っていうのが、免疫力がアップするとか、前立腺がんのリスクが減るとか、心臓病のリスクが減る、骨盤底筋が強くなるなどなど言われてるみたい。あとね、イギリスで45歳から59歳までの男性を10年間調べた結果エッチなことを考えている男性ほど死亡率が低いって結果が出たそうです。すごい結果ですよね。で、じゃあ脳にとってはどうなんだろうって、ここね、本題に行くと、実は記憶力アップが期待できるそうなんですよ。どういうこと？アメリカのプリンストン大学の研究によると、1、毎日同じ相手と性行為をするっていうグループ、2、2週間に1回のみ違う相手と性行為をする、3、全く性行為をしない、このグループに分けて、それぞれこの脳の海馬の神経細胞の変化を調べたんですって。その結果、毎日同じ相手と性行為をするっていうグループがよ精神細胞が圧倒的に増えたんだって。これはねえ、精神細胞が増えたりとか活性化するとどうなるかっていうと、記憶力にも良い影響を与えるってことが期待できるそうです。あとね、認知能力もアップするとかっていう話もあります。50歳から83歳までの高齢者男性28人、高齢者女性45名を対象に、この認知能力のテストをやったんだって。で、質問をして、週1回セックスをしている、月1回全くしないなどなど、どれぐらいの頻度でセックスをしているかっていう質問をしたんだそうです。で、その結果が、積極的な性生活を送っている回答者さんほどテストで高い得点を上げたんだって。どういうテストかっていうと、一定の時間内に話したり書いたりするっていうのがどれぐらいできるかっていうテストだったりとか、あとは空間の位置把握のテストで高い得点を上げたそうです。ただ一方で、頻度が高いからって注意力、気力、力、言語能力の得点が高いっていうわけではなかったっていうことらしいです。なので、性行為の頻度には関係ないが、定期的に性行為を行う高齢の男女は、そうでない高齢者に比べて認知能力が優れている、そういう傾向があるということが実証されたそうですね。なので、やはり男性たちの夢を見る生涯現役って、あながちやっぱりね、間違ってないんですよね。やっぱそこにエロに向かう元気があるって、やはり体元気じゃないとそれどころじゃないじゃないですか。病気だったりするとそっちに集中しますよね。なので、エロってやっぱり正義なんですよね。はい、若い人たちもうかうかしてられませんね。はい、じゃあね、なんでそのね、性行為が頻繁な方が認知能力が優れてるんだろうっていう理由についてなんですが、研究者さんは、性交渉の時にパーって出る物質、いつも言いますよね。例えばドーパミンとかオキシトシンとか、これらが認知機能を強化するのではないかっていうふうに言ってるみたいです。とにかくやっぱりエロは正義、エッチをしなくても
エロい欲があるっていうことが大事っていうことですよね。学びました。今日はですね、エロと脳についての話でした。セックスは心身ともに良いよっていうのは前から言っていたんですが、それだけでなく記憶力とか脳にも良い影響が期待できるそうです。特に高齢者は認知能力が上がったりとか脳の老化、それらを防げる可能性もあるとのことなので要チェックです。もう年だからとか相手がいないからとかパートナーがどうとか置いといて、年齢を重ねれば重ねるほど定期的に心身脳のメンテナンスだと思って定期的にセックスをするっていうのもいい健康法かもしれませんね。ぜひ実践してるっていう方はご報告をください。ということで今日は脳とエロについてのお話でした。最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛える3つの課題です。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって男性ホルモンも高まって勃起力にもつながりますし、見た目もシュッとしてかっこよくなりますので、ぜひ運動、筋トレ、筋トレ、朝晩一駅歩くだけでもいいので、ぜひそこからスタートしてみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、その中で足りない栄養素をサプリで補ったりとか、3食全部改善できなくても1食だけは米を炊くなどやってみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。人間関係、ストレスなんかで夜眠れない、夢の中でも仕事している、朝起きてもなんかぐったりしてるっていう方いらっしゃいますよね。たくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう方ほど寝る前のリラックスタイムを作って爆睡入眠体験、このサイクルぜひ作ってください。そして寝る時ぐらいは締め付けゼロ、これめちゃくちゃ大事なので、満月堂のふんどしパンツを履いてホット玄米アイマスクで目元を温めながら寝る、ぜひこれ試してみてください。質問やお悩みがある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。質問ないよっていう方もですね、先行案内、限定案内を LINE からしておりますので、ぜひ登録しておいてスタンプを押してくださるととても嬉しいです。 Twitter、Instagram、これらで私の普段の姿をお見せしておりますし、 YouTube で毎週金曜日お昼12時半からライブ配信をしていて、ファンの皆様との交流の場になっていてとっても楽しいので、ぜひ遊びに来てください。 LINE、Twitter、Instagram、YouTube、それからショップの URL、全部まとめて概要欄に書いてますのでチェックしてみてください。では次の動画まで課題やってきてください。今日の無意識が明日の柔らかチンコを作るんですよ。満月のミョンでした。バイバーイ。